ここは一体どこだ？うわ！何これ？おはよう、すまない先生。誰だ？まあそう怒るな。今からとあるゲームをしようじゃないか。ゲーム？そうだ。今から君には4つのミッションをクリアしてもらう。1つ目は病院の屋上にいるミュータントゾンビの討伐。2つ目はキャンプ場にいるミュータントクリーパーの討伐。3つ目は排水溝の先にいるミュータントエンダーマンの討伐。そして最後の4つ目はエンドにいる怪物を倒すこと。君ならば簡単にクリアできるだろう。もしクリアできなかったら？クリアできなければ死ぬ。な、ではデスゲームの始まりだ。おい、ちょっと待て。うわと、その前に今すぐチャンネル登録と高評価をしてくれたらヤギがゾンビを倒します。バースプライ。それじゃあ本編どうぞ。なんかすごいことになっちゃったな。早く、うわ待って、いきなりゾンビ来てるんだけど。早く、あ、ここちょうどいい施設ある。ほら入れる。あ、ボタンあって、アップライ。おー、急にゾンビ襲ってきたから、ちょっとびっくりしたわ。あー、でもしまったな、逃げ場が。お、お、よかった、アイテムあるあるある。よしよしよし、これでね、装備ゲットして、あ、かまどもある。こっちね、回収しとこう。チェストも使うと思うから回収しとこう。作業台も回収、さらに松明も。これさ、2階どうなってるんだろう。あ、ベッドあんじゃん、ベッド。よし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 、これでね、夜はしのげる。ちょっと天井から下の様子がどうなってるか確認しよう。それじゃあ天井に出て、下がどうなってるか。あ、うわー、待って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 、ゾンビめっちゃいいじゃん、しかも早い。うわー、これ落ちたら絶対死ぬやつじゃん。ああ、そうだ、一つ目のミッションでミュータントゾンビを倒さないといけないんだったよね。ミュータントゾンビはすまない先生の現在地から東に進んでいき、病院の屋上にいる。これさ、多分外でキー取ってる暇ないから、今のうちにキー回収しとこう。それじゃあ集めた木材で木の斧を作ろう。うわ、めっちゃゾンビ溜まってるじゃん。これ普通に戦ったら絶対にやられるわ。すまない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 。あ、でもこのやり方だったら普通に勝てる。なんか経験値トラップでゾンビ倒してるみたい。なあ、すまない。よーし、やっと全部倒した。ちょっと今のゾンビ倒したから、多分ゾンビ肉めっちゃ落ちてると思うんだけど。落ちてる落ちてる、どう？ん？あ、経験値めっちゃ、あ、なんか知りたいけど鉄ゲットした。うわ待って、ゾンビ肉12個。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。あ、ちょっと待って、あのゾンビたちは出てこれないっぽいね。よし、それやれ、東に進んでミュータントゾンビを倒しに行こう。あ、めっちゃ本棚ある。あれさ、本回収しよう。本、周りからゾンビ来てないよね、大丈夫？あ、来てないね。よしよしよし、今いける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 よいけるよ。あ、待って、あ、左から今、いや右から来た。やばいやばいやばい、来てる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 。これ早く塞がないとこっち来る。アップライで、あー、え、てか、なんてスポロあんのこれ、やばいやばいやばい、早く早くした、早くしないとこれゾンビ復活しちゃう。これ頼むよ頼むよ頼むよ、間に合って間に合って、てか遅くない？あ、アップレへー、なんとか間に合った。ゾンビがここで出現したらマジで終わる。お、うわー待って、神多すぎでしょ。しかも本が64個、これ神だね。うわー、また外にゾンビ大量にいんじゃん。これすまない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 、やべ、ちょっと待って、これぶっ壊、あ、木の剣ぶっ壊れた。ちょっともう一回木の剣作って倒すか。すまない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 、よし、なんとか倒したね。さあ次はちょっとどこ行こうかな。これあっちいっぱい施設あるから、あんな入ろうかな。あ、待って、あ、チェストチェストチェストあるか、ちょっとあそこ行こう。ちょっと危険だけどこれ行くしかないね。やべ、ちょっとダメージ食った。これ行けるか行けるか、行った行った。ちょっと待って、ゾンビの威力強い、高いよ。やばい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 、ちょっと急がないとこれやられるやられる。ちょっといつまでも逃げられるように木材用意しとこう。さあここまで来ればもう安心。あれ待て、あ、鍵かかってるこれ。あ、あ、開いた開いた、よしよしよし、これですぐ塞いで内側から閉められない、これ。あし、あーっぶれー、なんとかだったね。あ、なんか地下への入り口がある。さあチェストの中には、あ、これはヘルメット、防御力上がるね。いいね、結構かっこいい。部屋に入って安心しているようだが、これはどうかな。ん、え、待って、なんで地下からゾンビ出てきたのこれ。え、待って、おかしいでしょ、地下にはゾンビいないでしょ。やべ、これ一発もらったら死ぬ死ぬ、あっぶれ、あっぶろ。え、待って、下からまだ来てるまだ来てる、ちょっとこれ塞がないと。
やばいやばいやばい、すまない、あっぷれー。ってか、なんで下からゾンビ来たのこれ。すまない、すまない、よーし、ってたさ。あとは、後ろにももう一体いるね。すまない、すまない、よーし、3体目。ちょっとせっかくだから丸石回収しよう。よし、それではね、石の剣作って、よし、これだね、すぐは壊れない。ちょっと下行ってみよう。まだゾンビいるかな、これ。大丈夫か、ちょっとさっき出てきたからな。さてと、ゾンビは、あ、待って、スポラーじゃん。いやいやいや、これは破壊しないと。やばい、ちょっと間に合うか、間に合うか。いや、木のつる足遅いな、これ。あっ、あっぷれー、またゾンビ出てくるかと思ったわ。え、待って、あ、え、待って、ゾンビ行ったらいいじゃん。あ、でも動いて、あ、いったいったいった、え、ダメージ高くないか、ちょっとこれ。あー、すまない、あっぷれー。いや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 、なんか動かなかったから助かった。ゾンビ肉食べて耐久値回復しないと。いやー、てかね、ゾンビ肉しかね、食料ないんだよな。ん、なんかさ、レアそうな鉱石あるけどさ、今取れないよ。お、いいね、火薬に火打ちし、木炭。おー、レガンの肉。いや、これはありがたい。待って、あ、なんかめっちゃ、え、ダイヤモンドシールド、マジで。おー、このダイヤモンドシールドはね、ちょっと心強いね。さあ、奥の部屋に進んできたけど、あーっと、鉄あるね。ちょっと鉄回収しよう。後ろ来てないよね、大丈夫。それではね、もう少し丸石をね、集めて。あ、待って、さっきの緑鉱石出てきた。これさ、石じゃさすがに壊せないよね。それではね、石のつるはし作って、さらに石の斧を作っていく。さあ、鉄回収して、さっきのね、緑色の鉱石手に入れよう。そしたらね、最初に持ってきたかまどの中に、はい、鉄を入れて焼いていくと。お、ここにも鉄ある、いいね。これどんどん回収していこう。とりあえずね、鉄装備作らないとすぐやられちゃう。もう少し丸石集めるか。はい、鉄完成、いいね。これでね、はい、鉄のつるし作っていこう。さっきの棒を作って、はい、これで鉄のつるしを作ると、いいね。さあ、鉄のつるしだったらさすがにこの鉱石取れるっしょ。あ、てかめっちゃ硬い、黒曜石並みに硬いよこれ。取れる、取れるか。はい、どう、え、え、待って、鉄のつるしで掘れないんだけど。ふん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 、少し奴にいたずらをしてやるか。それではね、そろそろ、うわー、待って、上から天井から降ってきたんだけど、何あいつ、ちょっと待って、どっから来たのマジで。うわー、しかも下ってきた。これね、丸石を3つ積み上げて、あーっぶれー、ほんと心臓に悪いな。つらい、あーっぶれー。いや、もう一回来たんだけど、え、待って、ほんとどっから来てんのこれ。やばいな、ちょっとここ安全じゃないから早く逃げよう。待って、あ、天井に、うわー、待って、普通に来たってか。あ、なるほどなるほど、これさ、普通に天井来れるわ。いやー、あのまま地下にいたらね、多分ね、この大群のゾンビに襲われてたわ。それでと、ミュータントゾンビと戦うために東に行くんだけど、まあ、地側の建物いっぱいあるから行くしかない、これ、行くしかない。さあ、捕まりたくはないけど、全速、待って、うわ、急にゾンビ湧いた。やばい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 、ちょ、やばいやばいやばい、これドア入って、早く閉めて、待って、スポラーあるよ、すぐさま赤い、壊せる、待って、間に合う、間に合う、間に合う、あっ、ぶれ、あー、あぶれー。ってか、なんでここさ、ちょくちょくスポナーあんの。ただでさえ早くて強いゾンビがね、スポナーでも湧いたらたまったもんじゃないで。あ、ちょっと、あ、うわ、いいね、うさぎシチュー、耐久値5も回復できる。あ、しかもコッパーセイバー、なんか強さなわけでした。え、待って、あ、これ原木じゃん。よし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 、これでね、大量に木材ゲットしとこう。よーし、結構集まったねーと思ったら、うーわー、またいっぱい来た。とんでもない数のゾンビじゃんこれ。いやー、そっち側にミュータントゾンビがいるんだけどさ、それだけいられるとちょっといけないんだよな。うわ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 、しかもさ、ゾンビがさ、橋を占拠してるからこれ渡れないから、ちょっと別のルートで行くしかないなこれ。よし、それで鉄焼いて、鉄のレギンスを作ってね、ちょっと防御力を上げよう。よしよしよし、これでね、だいぶ上がったっしょ。さあ、いつまでもね、屋上にいても仕方ないから、これはね、火を消していく。よしよしよし、これで、うわ、え、待って、とんでもない数来た。うわー、待った待った待った、これ飲まれたら一瞬で終わる。ちょっと待った、早く逃げる早く逃げる。でもね、パルクールだったら僕の方が強い。パルクールじゃなくて逃走中、逃走中だったら絶対に負けない。よし、これで、あ、待って、あー、ちょっとね、うわ、来てる来てる、やばいやばい、考えてる暇ない考えてる暇ない、とにかく逃げる逃げるしかないこれ。あー、でもこれ巻いたかな。いや、巻いてないね。2、3体まだこっち来てるね。さあ、壊れた施設発見したけど、中には、あー、スポラーじゃん、ちょっとスポラーあるじゃん。うわ、いったいった、 HP4 減る。待って、全然さ、防御力上がってないから。うわ、前からも来てるし、これやばいな。さあ、ウサギシチューを食べて、よーし、一気に耐久値回復。オッケー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 、このまま逃げ切る、このまま逃げるよ。あ、でもね、走る速度だったら僕の方が速いから、これいずれね、結構差がつくよ。あ、待って、前、あ、いい説いい説見つけた。あん中にね、多分ね、チェストとかあるよ。あ、待って、タワーラージャー、よし、これ入って、よーし、なんとかね、これ入ってこれないでしょ。よし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 、タワラあればパンがめっちゃ作れるからね。さあ、こっちに、あ、お馬さんいるじゃん。あー、でもね、サドル持ってないから乗れないんだよな。あ、待って、あ、
ちょうどサドルが用意されてる。これはありがたいぞ。あちこ、強そうな剣ゲットした。よし、それではね、馬を手なずけて、サドルをセットして、いつでも乗れるようにしておく。いやー、そろそろね、ミュータントゾンビがいる病院が近いと思うんだけど、ちょっとね、まだ遠いか。さあ、ちょっとね、ブロック積み上げて、よし、ここつな、あ、待って、あ、いいね、チェスあれ、これ取りたいよ。さあ、ここは木を伸ばして、あーっと登れはしない。あー、でも待って、ゾンビ入ってきちゃったら、これもう取れないから諦めよう。あ、待って、なんかあそこにチェストある。さあ、反対側に渡って、よしよしよし、このまま行けばいける。なんかね、立派な施設だから、おっ、プロ、あ、アップル足元滑らしてさ、ゾンビにダイブするとこだった。これ絶対死んでるわ。アップル。さあ、ちょっとね、あの白い建物の中にあるチェスト、あれ取ってきたいね。絶対いいやつでしょ。うわ、あ、待って、後ろからめっちゃ来てる。やばいやばいやばい、これ早くしないと。早くしないと追いつかれるよ。さあ、ここはブロック積み上げて登って取れるか。待って、あれ、さっきのチェスト動いた。やべやべ、ちょっと待って、これは死ぬから一旦逃げる。いやー、ちょっとね、これはね、諦めるしかないね。さあ、謎の家を発見してすぐさま扉閉めて。え、待って、開いてんじゃん。早くしないと、あっぷれ。あ、え、しかもスポラー、待て待て、ちょ、早く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 しないと。鉄なら、あ、鉄の盾、あ、違う、こっちも開いてんじゃん。あっぷれー、マジで。え、違う、入ってきてるじゃん。普通に入ってきてるんだけど。ちょっとね、これ新しい人、あ、待って、あ、なんかダメージ高くない、これ。なんかクリティカル攻撃的な、そういうの出てる、これ。あ、強い強い強い。よし、なんとか倒した。オッケー。いやー、ドア閉めたけど普通にここ開いてた。え、待って、なんか、あ、え、待って、ダイヤモンドの木ある。しかもなんか強そうな武器めっちゃあるぞ、これ。あ、いいねー、これあれだよね、武器庫だよね、多分武器庫。さあ、こっちはエンチャントの本、なんかいいのある、これ。あーっと、でもね、金とこ持ってないんだよな。さあ、こっちは、あー、なに、スライム入りバキツって何。さあ、こっちは、あ、あ、いいねー、弓ゲッチからの、え、待って、ダイヤモンドだろ。え、ダイヤモンドの弓や、これ絶対強いじゃん。さあ、他には、え、待って、あ、パンキンパイ、しかも4回復できる。いいねー、肉と同等。なんかさ、地下室あるんだけどさ、これ下どうなってんだ。あ、あ、ゾンビいるじゃん。ダメ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 、ここ入ったら死ぬ。さあ、チェストの中、あ、待って、温泉バケツ、え、なにそれ。ちょっと待って、温泉バケツゲットした。これどうなるんだ、これ。あ、なんか、あ、再生能力ついてんだけど、強そう。よし、それはね、さっき捕まえた馬さんに、いった。あー、でもね、あ、馬さん早い早い早い、このスピードなら絶対にゾンビに追いつかれないし、スタミナもね、消費しないからね、いいんだよね。いった。さあ、っとね、東側に進んで病院目指そう。病院にはミュータントゾンビ、あいつがいるから、そいつ倒してミッション1を達成しよう。あーっと、あった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 、これ病院だよね。あの屋上にミュータントゾンビいるから、ちょっと今から倒しに行こう。それではね、馬さんがやられないようにしっかりと壁を作っておく。よー、それではね、あそこにある病院を攻略していこう。さて、ミュータントゾンビを倒すことはできるかな。さあ、病院に着いたけど、うわー、これめっちゃ怪しいね。中に絶対ゾンビでしょ、これ。もうね、病院にゾンビがいるってのは、バイオハザードの常識だからね。まあ、こう、バイオハザードじゃないから出ないかもしれないけど。さあ、これは入り口。よしよしよし、やっと入り口見つけた。こっから入っていこう。さあ、ボタンを押して入って、中にいるか。あ、あれ、あれ、まさかいない？あれ、病院はさ、ゾンビいるってのが普通だと思うんだけど。え、あ、あ、アンシュのスプラッシュポーション。これね、何個かもらっとこう。さあ、螺旋階段で登っていって2階だけど、これなんかあるか。あーっと、特にない。さあ、3階に到着。ここはさすがになんかゾンビいいんだろう。いてくれなきゃ困るよ。うわー、なんか手術室みたいなとこあるけど、これ、ま、結局、ゾンビいないの。ゾンビいないんだけど。あ、待って、チェスト隠されてる、これ。あ、あ、水入りバケツに、あ、いいのんじゃ。さあ、この上にね、ミュータントゾンビいると思うんだよね。さあ、ミュータントゾンビいるか、これ。いるかな。あ、あ、左腕見えてるね。あれいるよ、これ。ちょっと隠れたつもりで、あ、わ、でかっ、結構でかいよ、これ。攻撃してくる。わー、早い早い、ちょっと弓矢で、あ、ダイヤモンドアロー強い、これ。普通の弓矢の3倍の威力ある。15とか出てる。いいね、いいね、いいね。これだったら勝てるよ。さあ、逃げて逃げて。うわー、ブライ叩きつけてくるんだけど、多分威力やばいかな。ちょっと、それがやばい。ちょっと待って、半分減らされた。ちょっと待って、これ温泉バケツ使って、え、待って、温泉バケツ強すぎない、これ。思ったよりってか、相当早く回復する。あ、待て、なんか倒れて倒れてる。いや、今チャンス、今チャンス。よし、これ接近はダメ、接近戦はダメだから、とにかくね、距離を取って。うわー、待って、一体やばい、死ぬって。あっぷらいよ、これ。温泉、え、温泉強すぎ、ちょっと温泉入りバケツが強すぎる。いやー、ちょっと待った待った待った、こいつさ強いけど、温泉入りバケツの強さにちょっとびっくり。やばい、これやばい、死ぬ。あっぷれ、え、温泉マジで強いっていうか、
温泉入りバケツなかったら多分とっくにやられてる。これやべやべやべ、ちょ逃げよう逃げよう逃げよう、すまない。おおよし、やっと落ちた。オッケーオッケーオッケー。あれでもえ待って、復活したんだけど。ちょっと待って、どういうこと。ミュータント飛びって落ちて不死身。いやそれだと倒せないけど、やばいやばいやばい、これどうしよう。なんか特殊な倒だ、やばいよこれは。ちょっと待って、ちょっと待った。あよし2回目。待った、これ聞いてないぞ。うわー待った、こいつ何回復活すんの。待って、くじいった、なんか衝撃感みたいな出した。あ、待って、なんか地面がモサモサしてるよこれ。なんか下からゾンビ出てくんじゃないのこれ。あーやっぱ出てきた、やばいなこれ。ちょっと待って、4対1はさすがにきついぞ。先に散ったチビゾンビ倒さ、一体一体出て音声リバケツですぐさま回復。危ない、マジでこれなかったらほんと瞬殺されてる。やばいやばいやばい、シュルシュル、ちょ逃げろ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 。いやーちょっといい加減、すまない。おあー待った、これ絶対まだ死んでないよね。てかマジで何回死ぬの、てか何回生き返るのこいつ。やべ、すまない、すまない。おー痛い痛い痛い、何それ。でもすぐさま、はい、温泉にバケツで回復。いやーちょっとね、チビゾンビが厄介で、よーし一体倒した。オッケー、これでねゾンビは全部倒した。オッケーオッケー、あとはねミュータントゾンビ倒すだけで。あうわー待って、やっと倒した、よーし。なるほどね、3回まで復活するんだ、マジで強敵だった。あ待って、なんかハンマーゲットした。これ何これ、待って、ハルクハンマーとかのゲットした。威力9、まあそこそこ強いねこれ。さあチェストの中身は、おー再生のポーションとかめっちゃ回復系あるし、弓矢もストックできる。よし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 、これありがたいね。ミュータントゾンビがやられたか。だがミュータントクリーパーを倒すことはできるかな。よーし、一つ目のミッションクリアしたから、次はねミュータントクリーパーだったよね。キャンプ場にいるって言ったから、僕が今来た道をまっすぐ帰ればいいだけ。いやーミュータントクリーパーだからね、爆破のダメージとかやばそう。でも上取って弓矢で撃ち下ろせば勝てるっていう作戦あるから、それやろう。あーなんかねゾンビめっちゃ来るけど、馬さんに乗ってれば全然ついてこれてないね。いいね、ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った、雷降ってきたと思ったら急にゾンビめっちゃ巻いてきたよこれ。やばいな、ちょっと多すぎる多すぎる。それ一旦馬さんから降りよう。降りて、あの範囲攻撃範囲ダメージプラスあるから、ちょっとまとめて相手しよう。あれ待って、えなんかさゾンビが急に止まったんだけど、えどういうこと。やばい、いやこれねラグで急にスピード上げてこっちに近寄って、あやっぱり来たね。すまないすまないすまない。あいいね、やっぱりね範囲ダメージ増加ついてるから、これねあのまとめて切ってもプラス6ダメージ出てるから、オッケーです。すまない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 、オッケー倒せる倒せる、これ倒せるよ、範囲ダメージついてるから倒せる。スプライスプライスプライ、待ってなんかちょくちょくダメージ食らってる、なんか足元にねトゲ生えてんだよなこれ。スプライ、よーしこれでね全部のゾンビ倒した。あれあれ待って、お馬さん逃げちゃった、あどっか行っちゃったっていうか元いた家の部分に来たから、あーこっちこっちこっち側がね確かキャンプ場に繋がってるから、ちょこの洞窟行こう。そこのトンネルには罠が仕掛けられている、突破できるかな。あーこのトンネルさちょっとさショートカットできそうじゃないキャブ。え待って、え待って、ほらめっちゃあるじゃん、やばい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 、ちょっと待って、これ登ってくるよね、逃げよう逃げよう。いやってかここさ挟まれたら終わりだから、ちょっと早めに逃げといた方がよかったかもしれない。うわーめっちゃ来てるし、あ上からも来てた、これさそのまま進んでたら絶対挟み撃ちで死んでたわ。いやこれさちょっと一旦一番最初に来た家の中、あやばいやばいやばい、ちょっと待って、オッケー、オープンライデー、とりあえず逃げて、これ近い、こっちか近いって、ちょっと装備整えよう、ライトアップ。あおー結構ってかさこれ廃坑になってるね。あいいねいいね、鉱石めっちゃあるじゃん。よし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 、鉄ある、鉄ある、これ鉄回収してとりあえず、ね、鉄装備揃えよう。あのこれなんかあグローストーンが掘れるっていう謎、あーなんかね見たことない鉱石あるよこれ。えなんか紫色、これ何これ、ハンザナイト。いやーちょっと何に使うか全く分かんないから、とりあえず鉄集めよう。鉄さあかまどを作って鉄をまとめて焼いて鉄装備作ろう。なんだかんだねまだ全身に鉄装備ないからね。さあ鉄を回収していよいよね鉄装備作っていこう。よーしだってかね鉄装備完成。てかさ地下ってゾンビいないからめっちゃ快適なんだけど。地下は安全だと思っているようだが、それは甘いぞ、すまない先生。そこにはトラップが仕掛けられているからな。いやーてかさ、地下に敵がいないんだったらもっと早く来る。え待って、なんでゾンビいんの、マジかマジかマジか。あ待って、でもこのゾンビめちゃくちゃ遅い。
遅いから余裕で倒せる。いやー、やっぱね、地上のゾンビと違ってね、地下の生活してるゾンビはアマちゃんだね。すまない。まあでもね、ちょっと出てきたのはびっくりだね。あの地下にはね、敵いないと思ったからね。いやー、てかね、遅いね。うん、ち、あ、ダメ。あ、しかもダメージも弱い。うん、いいね。全然食らわないし、遅い。もうね、弱すぎるこのゾンビ。すまない。いいね。やっぱね、地上で生きてるゾンビはね、過酷か。待って、いきなりダイヤモンド見つけた。よし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 。そういえばね、ダイヤモンドゾンビまだ1個も作ってないから、これで何かしら作ろうとは思ってる。まあそうだな、3つあれば、ダイヤのつるはし作れるね。さあ、地上に出てきて、今ね、うわー、待った、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。もうね、夜明けだから、ゾンビはね、燃え尽きるかなと思ったんだけど、そもそもゾンビ、普通に日光の元でも動いてたから、意味ないんだよね。いやー、ってかね、日光が食らわないゾンビとかね、聞いたこと、まあ、なくはないね。さあ、ちょっとね、ミュータントクリーパー近いから、早く巻きたいんだけど、こいつはずーっと追ってくるから、待って、そろそろ近いな、キャンプ場近い。うわー、前から来てる、前から来てるけど、登るスピードはそんなに速くない。よし、逃げろ逃げろ、とりあえず、逃げて。うわー、待った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 。マジで、いすぎ。あ、いた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 。ミュータントクリーパーいたね、今。うわ、ミスった。マジで、降りちゃった。降りちゃったけど、温泉パワーでダメージは食らわない。てかさ、温泉バケツ、ちょっとこれさ、チートすぎないか、これ。あ、いた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 。今度こそ倒すよ。でね、弓矢に関しては30本ぐらいから、すまない。よし、当たった、来た。うわ、待って、なんかミニクリーパー飛ばしてきた。あぶら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 。こいつさ、絶対近寄ったら、うわ、もう今にも爆発しよう。なんかピカピカ光ってるよ、こいつ。ダメージは、6だったり10だったり、ダメージは変動するね。これ部位によってダメージ変わったりする。うわ、待って、光ってる光ってる光ってる。やばいやばいやばい、絶対で爆発するでしょ。あれ、爆発しない。あれ、意外と爆発しないで、ね、あ、てかマジで上から打ち下ろし戦法強すぎる、これ。まあただね、指輪がなくなったらもう終了。おっと、待って、びっくりした。ジャンプしてきたよ、あいつ。いや、ジャンピングで近寄ってきて爆発が、とんでもない魔改造されてる、こいつ。飛べないクリーパーはね、ただのクリーパーということで、こいつはミュータントだからね。やっぱ、うわ、待って、ちょっと待って、吸い込まれてる。やばい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 。あー、なんか、あ、今爆発したよね。あれ、あ、あ、なんか卵落としてる。あ、上からね、これね、ゾンビはね、一旦駆除しよう。すまないすまないすまない。いいねー、どんどん倒していこう。オッケー。さあ、なんかね、卵みたいな音した。びっくりした。火薬出てきた。いやいや、卵から火薬ってどうなってる。あ、待って、ちょスポナー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 、早く早く早く。よーし、危ないね。ここまで来て死にたくはない。ミュータントクリーパーを倒したか。しかし、ミュータントエンダーマンを倒すことはできるかな。さあ、3つ目のミッションだね。ミュータントエンダーマンだっけ。ね、海水溝の近くにいるって言ったから、ここら辺だと。あれ、待って、あー、なんかレッドストーンの前に監視カメラついてる。あれ、なんか見つかったりするとさ、やばいこと起こるのかな。まあ一応ね、見つかんない方がいいとは思うんだけど。ね、あ、ここの右側の建物、ここに排水溝へ繋がる道あるから、ちょっとこれ入ってみよう。さあ、ミュータントエンダーマンはね、多分一番、待って待って待って、スポナースポナースポナー、なんでさ、行ったるところにスポナーあるわけ、これ。ちょっと危なすぎるわ、マジで。さあ、ここを壊しての、あった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 。こっから地下に行ける。さあ、下って降りた。うーわ、めっちゃ暗いんだけど、行きたくね、ここ。さあ、下っていって、うわわわわわわ、ちょっと待って、こっからさ、正面からゾンビは来ないよね。ん、待って、上にトラップドア、ちょっとこれ壊すか。さあ、ミュータントエンダーマンどこいるかな。なんか廃校があるって言ったから、あ、ここは、あー、待って、ちょっとほらは早くしないとね。オッケー、やっぱり、ね、鉄ぐらいになるとね、早く破壊できるね。さあ、こっちじゃないみたいだから、別の道を探していこう。破壊して、特にないと。あ、てか、よくよくさ、なんか普通に見てたけど、鉄ブロックあるじゃん。これ回収しよう。次の相手はミュータントエンダーマン。ま、あのままでは勝てないだろうから、少しハンデをやろう。すまない先生。さあ、進んできて、待って、なんか、いっちゃったテーブルと、フル本棚あるじゃん。あ、チェスト、これ中身は。待って、豪華すぎない。ダイヤモンド30、30にいいんすか、これ、ちょっと。待って、めっちゃ手に入った。これで、ダイヤモンドゾンビ一式作れる。まあね、ぶっちゃけ、今、アーマーぶっ壊れちゃってるから、かなりやばかったんだけど、ダイヤモンド装備さえあれば、もうこれね、エンダーマンに負けることは、まずないね。うん。さあ、これ作って、ダイヤ装備一式、完成。それではね、エッチャットテーブルをありがたく使わせてもらおう。さて、と、できればね、ダメージ軽減。ダメージ軽減つけたいけど、いえー、ダメージ軽減。これが欲しいわけ。ん、あ、これさ、絶対排水溝へ繋がる道でしょ。
これゆっくりゆっくり、てか結構階段下るエースが前全然見えないんだが、前全然見えないけど、あ、これいる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 、ちょっとね、ゾンビが待機してる。あっぶなかった今。うわー、てかさ、やだなー、この排水溝前全然見えないじゃん。これ敵とか出てきたりしないよね。いや絶対に出てくるパターンだよねこれ。はい、やっぱり出てきた、やっぱり出てきたね。けど、あ、待て、このゾンビは遅い。あ、地下にいたゾンビと同じだ。なるほどなるほど、やっぱね地上のゾンビじゃないと弱いわ。ただね、奥にミュータントエンダーマン多分いるから、後でね合流されてもしたらたまったもんじゃないから、とりあえず全部倒す。うん、うわ、待て、あ、待て、ハイダメージあるから、これで一気にまとめて3、4体切りつけたいけど、なかなかそうもいかないか。あ、待て、ちょっと暗い暗い暗い、画面暗いよ、画面暗いから、ちょっとねトーチつけたいね。いやー、ちょっと待て、排水溝ってほんと戦いたくないね。こううわうわうわ、ちょっと待って、反対側にもいるじゃんこれゾンビ。あー待って、まだまだ数いる、ちょっと居すぎではゾンビ、排水溝のゾンビ多すぎる。うわー、なんか手がまっすぐ並んでる。地下のゾンビは育ちいいね。あ、待って、これ来たんじゃないか。見えたと、見えた、あ、いた。待って、急になんか真っ暗だって。うわ、ちょっと待った、とりあえずやばくなったら温泉かぶれば大丈夫だから。よしよしよし、さあちょっと待って、エンダーマンどこ、どこ行った。あ、てか温泉苦手じゃないんだ、水だけど大丈夫なのね。いやー、ちょっと待って、ちょっと待って、え、威力高くないか今日。ダメージ軽減ついてんのにこのダメージやばいな。まめば、あ、オッケー、あ、うわー待って、急に沸騰された、やばいやばい、ちょっと強い技持ってるぞこいつ。え、待って、しかもなんか右手と左腕になんか鉱石ってか岩持ってんだけど、こいつ危ねえ野郎だ。うわうわうわ、グロースト持ってるし、やばいな。ちょっと常にダメージ受けてるから、これは一旦、はい、これダイヤモンドシールドでガードして攻撃、ガードして攻撃を置く。あ、やばいやばい、ちょっとまずいか、まずいか、やばい、これまずいな。温泉、温泉、あぶねえ、待って、温泉大活躍。さあちょっとなんか急に逃げ腰、あれ待って、ん、待った、なんか、うわ、爆発しだすと、やばいやばいやばい、自爆か、やばいやばい、これ大丈夫か、耐えられるか。待て、なんか盾してんのに貫通してくれ。いやー、負けたくないよこれ、絶対に負けたくない。あー待て、あ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 、助かった。あれ待て、エンダー落ちてる。ハンデを与えたとはいえ、ミュータントエンダーマンまで倒すとは、さすがはすまない先生。しかし次は勝てますかね。いやー、ミュータントエンダーマン倒したらなんかエンドポータル出現した。待て、やばい、超強い武器手に入れた。あ、これさ支給されるんだ、マジでありがたいね。それはね、さっきミュータントエンダーマンが落としたエンダーアイはめて、よし、これでエッドに行けるぜ、いいねー。それではね、最後の怪物を倒しに行こう。いやー、ちょっと待って、でかすぎない、あいつ。待って、でかすぎる。けどね、さっき手に入れたこの黄金の鍵を飛ばせば勝てる、勝てる。お、いいねー、ゾンビも、てかなんでゾンビいんの、エンドにゾンビいるって聞いたことないよ。まあでもね、とりあえず、はい、これ撃ってればゾンビも敵の親玉も、待って、これ自分が食らうとめっちゃダメージ受けるから、ちょ、自爆しないようにしないとね。でも音声あるから大丈夫。さあ、こっちが左側に回り込んで、いるかいるか。あ、待って、あいつさ、なんかゾンビとも戦ってるよね。これさ、うまいことやればもう倒せるんじゃないか。いけいけ、スパイ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 、いいねー、いいダメージ。さあ、これ一発開けて、どうだ、あと一発、どう、オッケー、いいねー。さあ、ボスは全部倒したっぽいね。よーし、これで4つのミッション見事達成だね。それじゃね、あ、待った、ちょっとゾンビ多すぎる、やばいな。これどうやって脱出すればいいんだ。とりあえず、はい、これで剣でぶっ飛ばして、あれ、あ、さっき看板だったとこ開いてる。よしよし、こっから逃げよう、こっから脱出だ。ほう、4つのミッションを見事クリアしたが、これでスマライ先生が死ぬことはなくなった。しかしこれで終わりだとは思わないことだ。スマライ先生。